スーパーフリーの活動の拠点となった早稲田大学スーパーフリー事件は、早稲田大学のイベントサークルを物体にして組織的に行われた大規模な林間事件。早稲田大学の公認委員彼サークル、スーパーフリーのメンバーである。大学生らは、1998年4月頃から、常習的に女子大生らへ林間を行っていた。林間された女性の数は、数百人以上に上る。 2003年5月18日に警察に被害届が出されたことで発覚した。早稲田大学の他にも東京大学、慶應義塾大学、法政大学、学習院大学、日本大学といった首都圏の名門大学出身の学生ら合わせて14人が順合管罪で実刑判決を受けた。この事件は重大な社会的波紋を呼び、2004年の集団合犯罪。 集団合姦致死傷罪の創設につながった。起訴されたのは3件の臨間についたのみであり、関与した多くの者が未逮捕のままとなった。臨間を幇助した女性も多数存在したが、女性は一人も逮捕されなかった。スーパーフリーは、スーフリーと略称されることもある。スーパーフリーの代表者は、ディスコや音楽業界に、コネがあり、六本木のベルファーレ等で1000人から3000人規模の、 イベントを開いていた。代表者とメンバーらは、そのようなイベントの二次回等で女性を酒に酔わせ、女性を臨館する犯行を繰り返していた。取り調べにより多数の事件が判明したが、起訴されたのは、以下の三つの事件であった。2001年12月19日、東京都豊島区高田のスーパーフリー代表者の自宅兼事務所における鍋パーティーで、当時19歳の女性を泥酔させ3人で、 林冠した事件2003年4月27日東京都港区六本木ロアビル12階の居酒屋における二次会で当時18歳の女子大生を泥酔させ人通りのない11階のクリニック入り口の玄関マットに寝かせ1時間半にわたり13人で林冠した事件2003年5月18日東京都港区六本木ロアビル12階の 居酒屋における二次会で、当時20歳の女子大生を泥酔させ、人通りのない11階のクリニック入り口の玄関マットに寝かせ、5人で臨館した事件スーパーフリーのメンバーらが逮捕、留置された麻布警察署捜査のきっかけになったのは、3番目の事件の被害者が、被害当日に、警視庁麻布警察署に被害届を提出したことである。二千三年六月十九日。 3番目の事件で臨間を行ったスーパーフリーの代表者及び男子大学生メンバー4人の計5人が合姦容疑で麻布署に逮捕されたことが報道され世間の知るところとなった当初容疑者らは合意の上と容疑を否認したが非常階段踊り場付近の玄関マットの上で初対面の男たちに臨間されることが合意だったという主張には無理があった 6月22日にはスーパーフリーが解散し、6月30日には東京地検が容疑者のうち2名を順号犯罪で起訴した。その後、1番目の事件について2003年7月31日に元男子大学生1人が新たに逮捕された。さらに2番目の事件について2003年11月14日までに男子大学生ら人が新たに逮捕された。 2004年11月2日、代表者に対し懲役14年の実刑判決が下った。被告人側は判決を不服として、同年11月17日に控訴。2005年6月2日に、東京高裁は控訴を棄却。2005年6月16日には最高裁、第2章法廷に上告したが2005年11月1日付で棄却され、代表者を 懲役14年の実刑とした1、2審判決が確定した。代表者を除く13人には、懲役10年から2年4ヶ月の実刑判決が確定した。スーパーフリーの代表者は1974年7月に生まれた。父親の教育方針はスパルタであった。土研屋の長男として、小学生の時からクレーンや重機の使い方を教えられた。 襟が曲がっていたり人前であくびをしたりすると殴られた。8歳の時には、新潟から北海道まで一人旅をさせられ、小学校ではクラスで1、2番の成績であった。中学高校時代は、父親とほとんど口を聞かなくなった。代表者が通った高校の校長は、受験後のインタビューで、父親が変わり者だったようだと話している。大学受験の際、三国志が好きだった代表者は、 文学部史学科に進学を希望していた。しかし、それでは就職が難しくなると考え直し、経済学部を受験した。そして、現役合格した中央大学経済学部に1993年4月に入学した。大学では遊びたいという願望があったが、八王子の山の中で過ごすキャンパスライフは理想とはほど遠く、別の大学への再受験を考えた。 ゲームセンターでバイトして得た給料で予備校に通い、都心の大学を受験した、早稲田大学の政経学部に合格し、1994年4月に入学することとなった。なお、代表者は中央大学時代、交際した女性に対して同貞を喪失した。早稲田大学入学直後の代表者が、高田の馬場の駅前を歩いていると、 スーパーフリーに所属していた代表者の先輩が偶然声をかけた。これが代表者とスーパーフリーの出会いである。スーパーフリーは、早稲田大学に1982年に設立された、老舗のイベント系サークルであった。代表者は、男一人を華やかな女子四から五人が囲む、スーパーフリーの飲み会を理想の場と感じ、スーパーフリーに着くことになる。代表者が入った時点では飲み会を、 1> 月1回開くのが主な活動であり、林間などは横行していなかった。早稲田大学の2年生になった1995年6月頃に、第15代の代表の座に就いたが、その時点では、中心スタッフが男3人だけの小規模なサークルであった。1995年9月から代表者は、六本木のベリファーレでバイトを始め、大学には、ほとんど行かなくなった。スーパーフリーも、 新刊の時期以外は活動しない中は休眠状態のサークルとなった。代表者はベルファーレのバイトを2年半続けた。レディ・ジェーンというサークルのスタッフも務め、サークル運営のノウハウを学んだ。ベルファーレのバイトを辞めて時間ができた1998年4月に代表者はスーパーフリーのイベントを六本木のクラブで開いた。500人以上が集まる大成功となった。代表者は この大成功を機にイベントにのめり込むようになる。また、この大成功のイベントに、早稲田大学以外の学生も関与したことで、スーパーフリーはインカレサークルとなった。この1998年4月にスーパーフリーが変質し、林間を行うようになった。最初の林間は、林間がすでに活発に行われていた、明治大学のイベントサークル、サイドキックスと、 スーパーフリーを掛け持ちしているスタッフから、数フリでも、回しをやりましょうよと代表者が提案されたことが、契機であった。その提案時の飲み会には、お酒をよく飲む女性が二人いた。代表者らは泥酔した二人を自宅に連れ込み、5から6人で臨館した。特にトラブルなく終了した。その後、逮捕されるまでの5年間、臨館の手口は洗練されていった。代表者が作り上げた。 林間のシステムにより具体的な指示がなくとも代表者の後輩が勝手に林間の流れを作っていくようになった。東京地裁はスーパーフリーを条件さえ整えば特段の打ち合わせもないままにその場で直ちに林間行為に及ぶことのできる高度に組織化された林間集団と認定した。広範や報道などで明らかにされた実態は以下のようなものである。 スーパーフリーの男性メンバーは代表者を頂点に林間への貢献度やチケットの販売枚数に応じて1軍、2軍、3軍の3つの階級に分かれるようになった。上下関係は絶対で言葉遣い、礼儀作法には非常に厳しかった。階級が高いメンバーはスーパーフリーの公式ウェブサイトに顔写真入りのプロフィールを掲載できた。一軍の支部長クラスには チケットの売り上げだけで月70万円を優に超える稼ぎがあった。代表者は1000万円以上の年収があったとも言われる反面、月額30万円以上の債務をも抱えていた。イベントの広告は関東近郊の小規模大学の女性をターゲットにして行われた。都会及びエリート大学に憧れる心理を狙うものであった。遊び慣れていない女性が林間のターゲットであった。カモにしていた。 女子大も存在するという、合間や林間は、イベント会場、2次会の居酒屋、3次会のカラオケボックス、または組織事務所で主に行われていた。スーパーフリーのメンバーは10人弱の、鬼築班と約40人の、なごみ班に分かれ、前者は合間の実行を担当し、後者は被害者の酔いつぶしやブロッキングといった、合間の補助と被害者の丸め込みを担当した。 鬼畜犯と、和み犯を兼ねているメンバーもいた。被害者を丸め込むにあたり、臨館終了後に缶コーヒーを奢る、ファミリーレストランに連れて行く、無理やり笑顔を作らせて写真を撮る、などの事後処理行為が行われた。これは、後で問題になった時、和感を主張するためである。被害者を酔い潰す、スペシャルサワーに用いられていた、スピリタス女性を酔い潰すに際しては、 スペシャルサワーと称する高アルコール飲料が常用された。これは代表者と幹部が女性を早く告中させる目的で試行錯誤の末に編み出した調合の酒であり、隠語ではスーパーヤリヤリサワーとも呼ばれていた。未成年であっても飲酒は要請されていた。ジュースにも混ぜられる睡眠薬ハルシオンも用いられた。被害者が昏睡状態に陥り、土砂物にまみれ、気絶して、 全く反応しなくなっても林間は続行された。林間はギャルズと呼ばれる合計50から60人程度の女性スタッフにも支えられていた。このギャルズはもともとスーパーフリーで林間被害を受けた女性が務めた場合もあったという。彼女らは男性メンバーがチケットを売り裁くのを助けるとともに自らの知人女性をイベントに連れてきて男性メンバーに献上し、 健常された女性に対する臨館のブロッキングを補助し、さらには被害者のなだめ役を担当していた。それらの貢献への見返りとして、ギャルズは芸能プロや女性誌への紹介、金銭的報酬といった恩恵を受けていたと言われる。被害者の女性の立場から見れば、自分の他にも女性が多数参加する会合だったにも、かかわらず臨館されたことになる。 例えば起訴された2003年5月18日の林間が行われた居酒屋にいた15人の内訳は男性7人と女性8人であり女性の方が多かった暴力団幹部の息子とつながりのある箱屋がスーパーフリーの関係者にはいたイベントサークルがクラブ会場を借りる際には箱屋の仲介は必要だとされるスーパーフリーのメンバーたちは女性を強姦した後 俺たちにはヤクザがついていると被害者を脅して口封じをしていた。2001年にスーパーフリーは軌道に乗り法人格を持つ有限会社となった。2002年からは大阪、名古屋、札幌、福岡に支部を設立して全国展開を行った。これらの支部のスタッフを交えて臨間を行うこともあった。スーパーフリー主催によるほぼ全てのイベントで交換が行われていたと、 第17回公判で被告人の一人が証言している。被害者の総数は400名以上に上るとも報じられた。代表者は自らが犯したのは200から300名ほどとしている。イベントの際の1日での被害者数は3から4人であり、4月の新刊の時期は1ヶ月で20人ほどが臨刊された。次のような上記を逸した言葉がスーパーフリー内で。 やり取りされていたことが後半で明らかになった。2001年5月及び2003年4月にはに、チャンネルなどの匿名掲示板において代表者の実名とスーパーフリーにおける臨館が取り上げられていた。スーパーフリーの OB の一人は、インターネット上の2002年10月2日付の日記に、スーパーフリーで5人に臨館された女性がいることを記載していた。しかし、 2003年6月19日の逮捕の報道まで本件が表沙汰になることはなかった。代表者が逮捕された後に他の被害者たちが名乗り出て約30件の被害届を提出したが起訴された事件はそのうち3件に過ぎなかった。東京メンバーの1軍と2軍は全員が直接間接に臨館に加わっていたが被害者の中には泣き寝入りしたものや自殺した者もいたため 17人のすべてが逮捕起訴されたわけではなかった。林間に参加した事実を検察に把握されつつも、逮捕起訴を免れ、あたかも司法取引のような形で、検察側証人として法廷に立った北海道支部のスタッフも存在した。林間を幇助したギャルズも全員逮捕を免れた。事件の発覚後、代表者らの行為は、各方面から徹底的な批判と罵倒を浴びた。 一方、代表者やスーパーフリーをかばうような肯定的な発言も存在はする。小野敏郎は1997年11月に山市証券の破綻などの企業神話崩壊を象徴する事件が起き、ベンチャーや企業といった言葉に若者が煽られたことを後者二つの発言の時代的背景として指摘している。前述の通り、 早稲田大学は入試に合格した代表者を1994年4月に政経学部に入学させた。2001年に授業料未払いのため退学処分にしたが代表者が再び入試で合格したため2002年4月に第二文学部に再入学させた。すなわち代表者は10年近く早稲田大学の学生だったことになる。早稲田大学が IT 関連のベンチャー企業育成を 主な目的にして2000年に設立した、zaiya.com が行ったコンテスト、i モードビジネスコンテスト2000において、犯行現場でもある、自宅兼事務所で代表者と共同生活をしていた、スーパーフリーの幹部に優秀賞が与えられていた。早稲田大学は2000年4月にスーパーフリーを公認サークルに認定したが、他大学のキャンパス内の学生掲示板に無許可でビラを、 貼り付けたことによって2002年4月に公認を取り消していた。すなわち、事件発覚時には、早稲田大学はスーパーフリーを公認していなかった。小野敏郎は、ビラを学生掲示板に無許可で貼り付けたことだけで、公認取り消しになるのは考えにくいため、他に何か理由があったのではないかとの推測を著書に記載している。事件発覚を受け、 学生部長は2003年6月26日に、金位を守る、要全学生に E メールで通知した。早稲田大学文学部教授会は代表者を2003年7月1日付で、退学処分にした。同様に在学者から逮捕者を出した早稲田大学の政治経済学部、教育学部の両学部もこれに続き、2003年7月8日付で、在籍する学生の退学処分を発表した。 早稲田大学の学生不祥事調査対策委員会は2003年7月31日付で合計約1000ページに及ぶ教職員向けの第一次報告書を作成している。この報告書は早稲田大学の各学部16カ所に保管され教職員のみ閲覧が可能である。事件発覚後に早稲田大学に寄せられた900件の電話と460件の メールの内容がすべて記録されている。この事件を契機に、合刊在内に、集団合刊などの条項が新設された。2003年には自由民主党衆議院議員の歌、誠一が、本事件について、集団レープする人は、まだ元気があるからいい。まだ正常に近いんじゃないかと発言したことが問題となり、日本国内のみならず、BBC や CBS などにも報道される。 国際的なスキャンダルとなった。この直後、大田は第43回衆議院議員総選挙で落選している。さらに、早稲田大学 OB でも、ある自由民主党衆議院議員の福田康夫が、首相官邸内における、番記者たちとの混乱の席上、大田発言について、大田さんは謝っちゃったんだね。だけど、女性にもいかにも、してくれっていうの、いるじゃない。そこらン歩けば、 挑発的な格好をしているのがいっぱいいるでしょ。僕だって誘惑されちゃうよ。そういう格好をしている方が悪いんだ。男は黒表なんだからなどと発言して、レイプを擁護したと報じられ、物議を醸した。2003年度に6.2倍だった早稲田大学の受験倍率は2004年度には5.5倍に下落した。2012年に東京都内在住の元スーパーフリー男性メンバーが、 Google の検索結果でスーパーフリー事件に関連するサジェストワードを表示され名誉を傷つけられて就職が困難になったと申し立て Google のアメリカ法人を相手取り検索結果の削除並びに損害賠償約1300万円を求める訴訟を東京地方裁判所に起こしていたことが明らかとなる二千十三年四月十五日東京地裁で小林久式裁判長は 原告の主張を一部認め、表示差し止めと30万円の賠償を命じたが、就職が困難になったとの申し立てについては退けた。この判決に対し米グーグル本社は控訴した。同様の裁判で、2013年5月30日に、東京地裁の本田友成裁判長が、また2013年10月30日に、東京高裁の井上茂木裁判長が、 それぞれ原告の請求を知りけており、司法判断が分かれた。東京拘置所に収監された代表者は暇を、もてあまして別の非収監者と文通しており、その文面の一部が収監紙に報道された。代表者はちょっと派手にやりすぎてしまったのです。ほんの数回なら問題になるはずもありませんが、長年回し続けて、ついに地雷を踏んでしまいました。私たちの周りに集まる女は、 やりまんが多いので、回されても喜んでるくらいで、アフターフォローを怠りがちになっていたのが、致命的でした。彼女はいません。欲しいと思ったこともありませんね。私はセックスは好きですが、女は嫌いなんです。刑務所で公認会計士の勉強をするつもりです。沖縄が大好きで、これまでに20回近く旅しています。いつかは住みたいと思い続けていました。あの美しい海を毎日眺められたら、 最高ですよ。などとと語っていたという。代表者は千葉刑務所で、懲役刑に服した。雑居棒では10人の受刑者で、共同生活を行ったが、代表者に絡む受刑者は滅多におらず、いじめも全くなかった。服役中はまず印刷工場に7年勤め、次に炊事工場に5年勤めた。空いた時間は、弁学に打ち込み、刑務所で取れる。 母記一級などの資格はすべて取得した。歴史書を大量に読むこともでき、私学家に行こうと思っていた、高校時代の夢を叶えたような気持ちになった。母親とは月一回程度手紙をやり取りしていたが、その手紙で、父親が暴行事件の被害者となったことを知って腹を立てたことがあり、その時に林間被害者の感情に気づいたという。出所直前には6ヶ月間の再犯防止プログラムを、 山形刑務所で受けた。2018年6月29日に刑期を、おや期出所した。服役中の就労支援が縁で、出所2日前に決まった、週休1日の仕事に現在はついている。仕事上では別名を名乗っている。2019年2月14日に、週刊新庁において7ページの手記を発表し、自らの反省や犯行動機について記述した。 一対一のセックスから臨館に移行した理由は、セックスできる女性を自分だけが独占するのは悪いという感覚があったためとした。また、臨館を行う前は美人でない女性でも大切にしようと思っていたが、犯行後は性欲の吐け口としか思わなくなり、周りの女性をバカ短大と見下していたとした。被害者に賠償金を払いたい旨を表明した。出所したら、 代表者を殺すと、マスコミに語っていた父親と連絡を取るのは、気が重いという、ありがとうございます。